やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。まあ、皆さんこんにちは、こんばんは。外配信のスタミジャパンでございます。今日は原宿を食べ歩こうかなと思っているんですけれども、最近ではなかなかなかったレベルの大雨ということではい、ちょっとね、最近スト6の CR カップから始まり、シャルルハイと、CR カップロールっていう流れでゲーム続きだったんで、てかリフレッシュと言いますかね、そういうのも解消するべく、久々の外配信でございます。はい、到着です。もう原宿ですね。あ、でも意外とさ、人おるわ。いや、ありがとうございます。原宿を歩いていこうと思います。こんだけ雨降ってるから意外と人少ないんじゃねえかなと思ったけど、思ったよりいるわ。すげえな、クソにぎわっとら。やっぱ海外のお客さんが多いね。俺が初めて原宿に来たのって多分中学生とかあったんだけど、なんかマジで芋っぽい格好してるとね、海外の人に話しかけられてジーパン買わされるからね。俺中学生の時にね、1枚6000円のジーパンを2枚買ってます。中学生でや、マジでかわいそうだな。中学生の時の俺どんな顔してたんだろう。本当に眉が富士山みたいになってそう。あ、でもありますね、ほら、チーズが伸びるチーズハットグ。じゃあちょっとこれはさ、メタ遅れなんでしょ。最新がなんか今生ドーナツらしいから、これ生ドーナツ探し行きましょうか。生ドーナツも遅くねえか。マジかよ。何が最新だ。すごい、全部あるじゃん。もう原宿が全部ある店。でも誰も並んでないんだけど、怖くない？誰も並んでないのがマジで怖い。陽キャですね。これイエーイなんて今まで外配信でやってくれたことねえんだけどな。なにこれ、これだ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 、ここや。焼いてるところ見てていいですか。懐かしい。これ知ってる？これ。これ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 、このブロックのラムネがめっちゃうまくて、箱の中をほぼ全部買ったことある。これグラム入り売りなんだけど、1万円で買えるだけ買いたいんで、1万円測って売ってくれませんかって言ったら、この箱の中ほぼ全部なくなって、着色料の味がするんだよね。いただきます。ごちそうさまでした。まあまあできた。じゃあこれで俺のおすすめのね、お菓子をみんなに教えたいの。ウォンカの店やん。これがね、これがめっちゃ美味しいの。これあ、Thank you。 まあ日本人なんですけどね。うわ懐かしい。あ、すごい懐かしい。これもね、映画館あったよね。え、これめっちゃ気になる。マーブルドラジェチョコブロックラムネ、俺の一押し。これのね、青と赤。え、じゃあこんな感じ。今言うのもあれなんだけど、このラムネ食べ過ぎると着色料でベロおかしくなって味しなくなるんだよね。食べ過ぎ注意ね。というわけで買いました。まあデザートも確保したところで、
話していた生ドーナツのお店、ちょっと探していきましょうか。おい、竹下通り終わったぞ。え、俺生ドーナツは諦めきれないんだけど。はい、握りある取ってくれません？いいですよ、いいですよ。生ドーナツどこあるか知らん？なんかちょっと、あっちなんだ。わかった、行ってみる。ありがとう。生ドーナツを食ったらちょっとどんどん行きましょう。なかなか激しい回だな。原宿でまったりと思ってた天候のせいで荒々しい配信になってるぜ。すごいすごいよ、遊んでるじゃん食べ物で。で、ここをあともうちょっと右の方に行ったら生ドーナツがあるらしいんだけど、本当かよ。お前らビジュアルも想像できねえだろ。俺もできねえもん。なんだかんだ散歩配信でここら辺来たことなかったね。いろんなところで散歩配信来たけど原宿って来てなかったな。でもさ、おえちゃんのなんかツイートがさ燃えてたじゃん。謎だよな。なんであれ燃えんだろうな。めっちゃ面白いと思ったんだけど。でも俺、おえちゃんに個人メッセージで、俺いつでもできるから、やろうぜってメッセージ送ったんだけど、返信ないっす。おい、あるやん。おえちゃんや、あるやん。そうなんだ。あれ、あれ、あれ、あれ。来ましたか？これじゃない？これ、おっと？これ？あ、なるほどね。これに並んでんだ。行列ですね。はい、流行りに乗ってる感がありますね。どうも。そうですよ。やっぱり、やってるのかなと思って。今やってます。まさにやってますよ、これ。あ、どうまたね。ありがとう。楽しんで。女の子のファンクル、ガチ笑顔になる。秋葉原とか散歩してるとさ、メイドカフェに詳しいオタクしか来ないからさ、クマが出てくる。顔の血行が悪くなってくるね、どんどん。でも今度ちょっとある配信をしようと思って、あの4年間ほぼ毎日俺に飲みに行こうっていう DM を送ってきた母乳大臣っていうリスナーと飲みに行く配信しようと思ってます。4年も送ってきてくれたからね、どんどん。4年だと何ですか？あ、メニュー渡されたんだけどさ、これ、アイムドーナッツが生ドーナッツだ。はい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 。あ、おいるじゃないか。お、そこは来んだ。ありがとう。カイロをもらいました、カイロ。食べ歩きで。はい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 。ウエットティッシュ。おい、マジか。そうだよね。おめめで好きになるとね。トメル君はその調子で愛してあげてください。主張すごい。ちょっと待って、どこ潰してんねんこれ。かわいそう、どこ引っ張られてちょっと変形してるじゃん。これ中に入るんで。何が？あ、首が。そんなにすんだ。なかったことに。うん、ありがとう来てくれて。いいの欲しいの俺も、首かけのやつ。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、いろいろ助かったよ。またね。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃん。ハテナピン。これや。これ生ドーナツ。めっちゃ好きかも。いただきます。ん？すげえ！もちもちの息を超えてる。液体に近い。でも生地なんだよね。でも生地なの。こっちの方がしっとり感とかは上だけど、方向性で言うとポンデリング。味の方向性はポンデリングに近いかな。周りについてる砂糖がさ、若干サクサクしてんだよね。それは噛んだ先にしっとりが待ってる感じ。うまい。これはうまい。出てこい。出てきた。
カスタードでございます。いただきます。こっちはめっちゃ甘いってわけじゃない。さっきの生地がすごい甘い感じしたのに、中のカスタードが美味しい。粉っぽさのあるカスタードっていうか、こっちが生ドーナツかも。だってカスタード入ってないもん。こっちが生ドーナツだって。美味しかったね。美味しければよくない？美味しければいいやろ。美味しければいいやろか。なんだ。さて、しょっぱいものを食べに行きましょうかね。なんか有名なラーメン屋とかないの？原宿にしかないみたいなのがいいんだけどな。俺も一蘭のイメージがある。原宿の一蘭バカ混んどるよね、いつも。海外のお客さんばっかりで。原宿に世界一うまいケバブ屋があると思うのかよ。ケバブ屋なんてクソなのに世界一がここにあるの？紹介してくれ。どうも、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いいですよ、いいですよ。はい、ありがとうございます。頑張ってください。また、はい。なんかもう小道を出ちゃうんだけど、待ってるか。誰か聞いた方が早いかな。聞いた方が早そう。すいません、すいません、すいません。すごい虫やれるんだけど、これ怪しいかな。メキャンケバブ手作りパン、ここや。というわけでメキャンケバブ屋さんに到着しました。おすすめってありますか？まあ普通で食べたいんだったらこのプレートの方で。じゃあこれ一つお願いします、はい。なんか原宿の女の子とかって多分もうナンパしされ慣れてるからさ、男に話しかけられたらもう大基本無視だわ。目も合わせてくれんかったよ。確かに俺がすいませんで入ってるからな。すいませんで入るのなんかあれだよね、ナンパっぽいよね。ありがとうございます。うわ、いただきます。あ、うんま。なんかケバブって結構カリカリというか噛み切れないイメージあったんだけど、めっちゃ噛み切れる。柔らけえ。柔らかいんだけどなんかくどくないんだよね。脂っぽい感じはしないんだよな。あったら世界一が。おい、どうも、こんにちは、こんにちは。食べてけお前。この後はどうしようかな。いや俺ね、一蘭行っちゃおうかなと思ってんだよ。一蘭行ったら配信は終わります。血糖値バカ買いしちゃうんだよ私。どうもどうも。いいですよ、いいですよ、どうしましょう。どうしたの？ちょっと待ってよ。懐かしい。第1回の俺らのファンミのやつだよね。ちょっと待って、それはサインしたい。ありがとう、来てくれて。またね。俺がどんなに有名になってもサインはあれにします。たまにさ、俺が1回サインしたお店とかに行くんだけどさ、俺のサインが一番目立ってるもん。みんな、タタンみたいな感じだけど、俺だけスタンミでめちゃめちゃ、どうも。全然並んでなかったです。並んでなかった？ありがとう。それは報告しに来てくれたの？君は心が清いね。気を使ってくれてんだね、配信してる俺に。ありがとうね。よかったら、相手が私におごってもらって。いや、いい。気持ち悪いけどとか、男にはおごってもらうけど、女の子にはおごらせるわけにはいかない。一緒に飲んでいいですか？いいよ、いいよ。いいよ。じゃあ俺おごってもらっちゃっていいの？え、全然出します。女の子にラーメンおごってもらいます。え、じゃあ俺ラーメン。
やったぜもらってもらったありがとうございますなんでこいつなの味の濃さ基本全部一旦基本でいってみようかなありがとうありがとうありがとうすいませんねなんかデートみたいだねみんなに聞かれてるそんな声出すなよちょっと固めでちょっと固めは麺の話だ中なんか入るんだこれはさ、はい、俺が好きだって言ったから俺のゆくんが好きなのもともと好きなのいや、ひそさんがディズニー行く前に行って買ってて買ってたんかい行く前に、うん、俺目で好きになってひそ、うん、さんがなんか初めて私ができたって言ってて、うん、じゃあタイミング一緒だったんだ、まあ、あなるほど連れてたら絶対気づいてくれると思って連れてきました今日だってさちゃんと売り切れてないじゃんもうすごい在庫の数じゃんある意味目立つよねなんか普通に俺がネタにする前とかも俺目立ってすげえネタにされてたっぽくてもともと確かにビジュアル良くない可愛いよねハゲてるやんハゲてしまってるから自分ハゲハゲてしまってるからこの子ありがとうございます見えないおごりですかおごってもらいましたいっぱい食べてください。ありがとうございます。うわあ、もう美味しい。固めますね。食べアレルギーかもしれないみたいなのを言われた時って、うん、中華麺とかのそばも一切食べなかったですか？そこら辺詳しく話すと遅延型アレルギーっていう信憑性がちょっとどうなのかなって言われるのを自分の体で試してみようと思って受けたので検査結果がそばとかがダメでそこら辺全部立ってたんだけどつい最近日本アレルギー学会の国が関与しているアレルギーの その論文とかを出しているところがあってそこが遅延型アレルギーは何の根拠もない嘘っぱちですよっていうのが出てたんだよね10万円出したのにだからもうそばとかは全く気にしなくてよくなった俺はそば大好きだからそれ立ってたからさ苦しかったんだけど最初立つんならあれがいいよグルテンがいいよ小麦じゃあ最後にしますこれで最後の小麦今食べてる今最後の小麦でも噛み締めろ体験めっちゃ太っちゃったから、人生誰もねそのタイミングあんだよねでその時に休めるって思うのが大切だから今素晴らしいいいメンタルありがとうそのまま太っていっちゃう子とかもいるけどさそれが悪いことだよないけどやっぱり痩せようと思うのも美しいよねいいこと配信中に女の子とデートしたの2回目だよ1年半ぐらい前に一人したかな六本木で配信してる時に女の子が撮ってきてそのままご飯行ったのなんで俺定期的に配信中女の子とデートしてんだろうな前回はメキシコ料理屋さんみたいなところに行って女の子と変わったものも頼んでさサボテンのサラダみたいなの頼んだんだけどバカまずくてあの女の話やめ間違いないごめんちょっと気遣いが足りなかったごめんすいません食べ終わりましたかごちそうさまでしたどうでしたか最後の小麦の味は買い占めました意志を強く持つんだぞはいお約束じゃあ分かったまた3ヶ月後とかに俺に撮ってしてこいその時に俺が、はい、綺麗になったら綺麗になったって言うから頑張れ俺に撮ってするために頑張れ OK はぁ、あ、食い歩く会でした久々の外配信でねもうちょっと営業したんですけど寒いから今日の配信はこれぐらいで終わりにしたいと思います皆さんまたの外配信お楽しみにしてくださいハイパーゲームショーも応援してくださいねあとメイドカフェもアポ取ってるんでシャルルと雷神を誘って一
来た方と一緒に行こうと思います。お疲れ様でした。